こんにちは、梅村です。今日は前回ご紹介しましたこちらヒーリングマンダラの基本的な描き方からさらに広げた描き方をご紹介していこうと思います。では少しずつ説明していきます。はい、前回は、基本的なマンダラの描き方をご紹介しました。では次に、ここから少し発展させて、もう少しマンダラを賑やかにしていきたいと思います。はい。では今日はこの丸のステンシルを使って描いてみたいと思います。ここに丸を消していきます。今度はここに丸を消してみようと思います。このように丸を大きい丸、小さい丸、続けて消していきます。では次にこの中にも丸を増やしていきたいと思います。次に、ここを少しスライドさせて、この斜めに丸を入れていきます。はい、できました。では次に、丸を使ってここにこの間にですね、丸を表現していきます。はい、できました。次にこの部分ですね、ここを少し広げていきます。はい、こんな感じになります。で、まだもう少し細かく広げようと思えば広げることができます。では、もう少し広げてみましょう。ここにも広げていきます。はい、これで完成になります。基本的なマンダラの描き方から、少し発展させて、複雑なものを表現してみました。よろしければ描いてみてください。はい、いかがだったでしょうか。基本的なマンダラから広げていく描き方を今日ご紹介いたしました。いろんな広げ方ができますので、まだこの他にもね、たくさんヒーリングマンダラ広げていくことができます。また、これからもヒーリングマンダラの描き方をご紹介していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録の方お待ちしております。そしてヒーリングアートの描き方無料メール講座や、
お仕事にしていきたいという方のための無料メール講座も配信しておりますので、下の説明欄に URL を貼っております。そちらから、ご登録して受講されてみてください。今日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。眠らちえでした。